ニジェールの公園におけるタイガーブッシュの航空写真。黒が植物、白が剥き出しの土壌。植物の帯の幅は60メートルから120メートル程度。ニジェールの W 国立公園における航空写真。二つのギャップの間隔はおよそ50メートル。タイガーブッシュ、英語、タイガーブッシュとは樹木、層などによって形成される幾何的なパターンを持つ。 植物分布である。名称は植物分布が虎のし模様のように見えることによる。タイガーブッシュは1950年に W.A. マクファーダンによって初めて報告された。ニジェール、ブルキナファソ、ソマリア、ソマリランド、エチオピア、イスラエル、メキシコなど年間降雨量が200ミリメートル程度の半砂漠地域で観察され、アカシア、コンブレタム、ボアバルボサ、 アスフェデロス、ウルギネアなどの植物種から構成される。観察される地域の土壌は泥、砂利、粘土、ネキなどである。パターンが生じる気候は、水と植物間の相互作用であるとされているが、土壌条件やアリの活動が原因であるとする説も、ある。チューリングパターンの一種であるとの説も存在する。WAA、マクファーダン、ベジティションパターンズインザセミ。 デザートプレーンズオブブリティッシュサマリーランドザジオグラフィカルジャーナル116199オーラジアンピークウタランアールラフィバーショートレンジ CO アッパーティバティコンティングウィズロングレンジインハビタチオンイクスプレーンズベジティションパターンズアクタイーカロジクル20 171イーメロンエイジアザックイーギラットローケルイズドストラクチャーインドライランドベジティションホームズアンドファンクションス カオス17-037-109ありがとうございます。